はい、チャオ、亀岡です。ずっとですね、えー、やると言ってやっていなかった。まさに、やるやるしゅ、やるやる詐欺だったね。レバナンスですね。えー、この買い時と私のですね、レバナンス一本ンじゃないですけども。 投資するそそのタイミングそしてレバ,ネレバナスに対する考え方ですね。僕は相場歴24年になりますけども、そのメリットとデメリット、そして希望と恐怖ですね。このあたりについても今日は解説をしていきたいなと思っております。でレバナスはね、えー、皆さんもちろんご存知だと思いますけども、確か、えー、ナスダックですよね、に連動した えー、レバレッジ2倍の金融商品になっています。まあ、これについてまた後半で話しますけどもで、非常にですね、ナスダックが急騰して、えー、右肩上がりで、確か十数年上がってきますよね。まあ、それに、まあ、期待をかけて、今後もおナスダックが上がり続けるんであればですよもちろんね、えー、その可能性もあったんですけども、今それが、はしが外されつつありますよね。いくらね、えー、AI であったりとか、 それからね、えー、メタバースであったりとかね、えー、人工知能とかまあそういったものが、えー、今後世界経済の中でね必要になっていくといったところでまあそれは半導体とかなければ実行できないですからね結局製造業そして輸出業の中での商社、まあ、であったりとかね、えーまあ、そういったものがやっぱ支えることになるわけですよただそういったものを度外視して全てねナスタックさえあればもう世界の経済は すべて完結されるみたいなねコンプリートだみたいなねまあ、そんな考えは結構甘かったと言わざるを得ないんじゃないかなと思いますが今そういった中でねアメリカの巨大 it 4社が現役になりつつありますまあこれ僕はそうなるとまあ、動画ではねこのチャンネルの中で行ってきましたけどもまあ、実際にそうなってきましたそうなってくるとまあレバナンス は、この4社を含めたナス s ックと連動していますので、当然、ひどいことになっていて、確かもう55%減とかね60、60%減ぐらいになっているんじゃないかなと思います。なので、まあ、レバナス一本マンさんとかね、あと、風丸さんでしたっけを、まあ、信奉して、そこにね、一点集中投資をしていた人は、まあ、かなり大きなダメージ、まあ、損失を食らっているんじゃないかなと思います。さらに、 こういったレバレッジ商品というのはね、えー、原価があるんですよ。原価というのはこの後話しますけども、まあ持ってれば持っているほど、下落トレンドでは、さらに減資がされて、資産が溶けていくということになります。わかりやすく言うとですよ。元へに戻りにくいということになります。だからこういうふうに考えると、そのレバナスを積み立てるとか、まあ、長期運用するというのは基本的には向いてないんですよね。レバナスというものは、こういったね、えー、レバレッジ商品というものは、短期勝負。しかも、短期勝負の中でも、 そこを打ち押して、肩上がりでトレンドが転換して上がっていくタイミングで勝負をかけるっていうのが、こういった商品では絶対にやらないといけない普遍のルールなんですよね。もちろん、レバネスですよ。を含めた、その投資先となっている、えー、ナスダック、まあ、過去十数年、肩上がりで力強く上がってきたので、じゃあね、えー、持ち続けていればね、積み立てで、また回復するんじゃないかというふうに考える。 そういった投資家もいると思いますが、これもですよ。今までの数値、今までの右肩上がりが、イレギュラーだった場合ですよ。そこに再現性が一切ないんだったら、今後10年、20年と、おもしかしたら、上値を更新しない可能性がありますよね。そうなってくると、積み立てれば積み立てるほど、資金が溶けていくっていうね。まさに、大王政紙の、あの社長の言葉じゃないですけど、溶けるみたいなね。そんな本、ありますよね、えー。で、さらにね、さらに溶けるみたいな本をね、第2弾として、 出しましたよね。まあ、大悟選手の社長さんね、えー、確かホレーモンと一緒に共演していて、ちょっと見ましたけどね、頭いいですよね。確か東大出てると思いますが、非常にクールで頭がいいし、魅力的な人だなぁと正直思いましたが、まあ、溶けるに次いでね、えー、その時はね、40億円ぐらいかな、間違ってたら申し訳ない、400億円ぐらいになるのかな。 カジノでね、えー、まあ使ってしまって、えー、それで代表をね、えー、まあもちろんコンプライアンス上、まあ、これは致し方ないですけどね、上場企業の社長が <laughs> 自分で、ね、カジノで使い込んでそれを隠していたっていうね、まあ、これはしょうがないことなんですけども、さらに解けるっていう第2弾の本では、まあ、創業者一族の確かまあ親戚たちからね、追い出されて、まあ、その経営権も奪われたみたいな、そんなのだったと思います。ちょっとオしか見てないので申し訳ないから、ちょっと内容まではわかんないですけども、 まあ正直自己責任ですよね。まああの、まあもちろんそれは分かってて書いてると思うんですけども、まあこれは完全な自己責任であって、え身,から身から出たサビかなと。それは経営者一族のね、他の親戚たちから見ても、もう任しちゃおけんし、それはしょうがないだろうということで、まあ経営権、株も奪われたんじゃないかなとは思っていますが、騙されたというよりはね、なの話、そう。なので、レバナスというものはね、そういった意味ではまた再現性を持って戻ってくるとは限らないので、やはり、 この底落ちのタイミングの一瞬の稲妻、その周辺のゾーンを捉えて、え次の上昇局面を賢く稼いでいくと。まあ、これがま、絶対法則なんじゃないかなとは僕は見ています。じゃないと資金は溶けてしまいますよということになります。で、レバナスというものをね、ちょっとおさらいすると、ナスダック100指数ですね。えー、この2倍の値動きを目指す、えー、投資商品になっています。で、ハイリターンという特性がね、ある。 のですが、まあ、今までのね、ナックを中心にした米国株ブームの中で非常に人気が出て、まあ、様々なユーチューバーさんにね、取り上げられてきました。まあ、Twitter を見てもね、つい半年ぐらい前までね、えー、レバナス1本で行くぜ、みたいな。レバナスで送り人間違いない、みたいなね。そんなツイートが来て、ああ,あ、大丈夫かな、みたいな。昔のチャイナバブルとかね、こいつにバブルとか、掘れモの時のね、 え、ライブドアショック前の思い出すなと思って見ていたんですけども、あと IT バブルでね。えー、まあ実際には、また同じね、えー、まあそういったこと、クラッシュが再現されたということになっています。で、現在はね、レバナンスによる含み損ですね、リタイアしてしまった、まあ要はね、引いてしまった、損切りをしてしまった、そういった投資家が増えてるんじゃないかなと思いますで。レバナンスっていうものはそもそも2倍で動くので、上がるときも2倍、下がるときも2倍なわけですよ。なので、 レバナス信者っていうものはね、その2倍損失を出していると、今そういった状況になるんじゃないかなと思いますが、それだけじゃないんですよね。先ほど冒頭で話した、減価っていうものがね、ここで発生をします。まあ、詳しいことは、まあ、他の YouTuber さんが説明するので、レバナス減価とか入れてもらえればね、えー、そういった動画が上がってくるので、そちらを見てもらいたいんですが、わ、まあ、かりやすく言うと、レバナス2倍のナスダック100に突っ込んでいた場合、4000万を突っ込んでいた場合ね、例えば IT バブル級の クラッシュが来るとですよ。その4000万が92万円になってしまうと。これが原価の恐怖。そして、エレバレッジ商品の下落トレンドの、まあ、恐怖ということになりますよね。まあ、4000万が92万円になったら、まあ、どっかで損切りするないし、もう破産してしまう人も出てくる可能性がありますよね。だこういうことはやっちゃいけないですし、まあ、こういった中で積み立てを安易にしてしまうのも、まあ、良くないですよね。 まあそういうことを推奨してしまうのもどうかなと思うんですが、まあそんなことを言ってしまうと YouTuber はね、まあ基本的には、まああらゆる情報が出回っていますから、まあ、それはまあ自己責任という形で聞いていくしかないのかなと思いますが、積み立てもやっちゃいけないんですよ。こういったレバレッジ商品ってものは。で、じゃあ、買い時はないのかと。僕はじゃあ今後買い時はあると思っています。それについてね、今日のまあ本題ですね。まあ皆さんが 知りたい内容だと思いますので、話していこうと思うんですが、まず、レバレス商品のレバナスは、これだけリスクが大きいんだということを前提に聞いてもらいたいなと思っています。そこを度外視して、欲だけにね、突き動かされて聞いてしまうと、また誤った行動になってしまいますので、それだけはね、非常に注意してもらいたいと思っています。じゃあ、いつが買い時と予想できるのかと。僕は相場歴24年の中で考える買い時は、 4番族、5番族が起こった場合ですね。特にナスダックを中心に大きく崩れるタイミングって来ると思っています。今、ナスダックがまだ崩れていないのはね、本格的に。おそらくアップルの決算がそれほど悪くないからと。ここ一点に尽きるんじゃないかなというのが僕の見立てであります。一方、それをね、えー、逆、説的に考えると、アップルが崩れた時が、ナスダックが総崩れになる時だと。 思っています。その時は米国は同じような形でナスダックに引き,ずる引きずられる形で様々な悪いニュースが出てくると思いますからね。メディアがそれを煽るということですね。当然そこに向けて金融資本勢力が再びショートポジションを今入れてると考えると4番底、5番族。これはあのリーマンショックの時の動きですね。こっちの赤い方が今の現在のリアルタイムの動きなんですけどもリーマンショックの時のような動きとなってもおかしくはないと思っています。この4番底、5番底のタイミングでナスダック、 まあ僕は買おうと思っています。もちろん皆さんはそれ真似する必要ないですし、まあエンタメ的に聞いてもらいたいというところでね、今日お届けしてるんですけども、まあこの4万足5万足が起こったんだったら買ってもいいかなと思ってます。つまり、このね、今ちょうど恐怖とか自暴自棄のあたりなので、まあ幸福、落胆、鬱つですね。相場全体がこういった心理状態、メンタルになった時に、初めて、まあナスダックをね、えー、まあ、 200万、300万。場合によっては二分割でね、300万、400万と買ってもいいかなと思っています。ただそれもかなりリスクが大きい投資になるので、かなり見極めて、えー、やっていくことになるんじゃないかなと思っています。ナスダックは今ここですよね。えー、5年チャートで、えー、今表示してますけども、だこの1万ポイントを割ってこないとそもそも話にならないかなと思っています。ナスダックに関してはですよ。まあ8000ポイントはちょっとさすがに、 ないかなと思うので、少なくとも1万ポイントを下回って9000ポイント付近まで下がると。少なくとも1万ポイントを割り切、割るというのは、まあそのなさくを返していくための、まあ絶対条件と。で、メタはね、もう大きく下がってもうメタメタ。もうこれはもうね、このチャンネルでは何度もこのネタを扱っているので皆さん知っていると思いますし、まあアルファベットもね、広告出稿がね、えー、減って、 え、YouTube もそうだと思いますけどね。YouTube の広告出稿も減ってると聞いてますが、えー、下がってきてます。ただ冒頭から話してる通り、Apple だけが今のところなんとか踏ん張ってる形ですよね。ここが、えー、ナスック全体を支えてると言っても過言ではないんじゃないかなと思いますが、僕はアップル崩れると思ってます。時間の問題かなと。まあもちろん、今年ということではないですよ。来年にかけてどっかで大きく崩れる。 そのタイミングが来ると思っています。まあ、その、そういった情報ですよね。え、決算が悪くなりそうな、えー、中国での、減産であったりとか。あとね、えー、アップル、中国の工場を引き上げて、インドとかね、えー、あとはベトナムとかに移し始めてますよね。この辺の予算が、まあ、どうしても先行投資としてかかるでしょうと思いますので、この辺りの、こう、設備投資も踏まえても、どっかで悪い決算が出るでしょうと。その時に、アップルが下がって、ナスタック全体が総崩れになると。 いうののが僕の読みなんですねもちろん、外れる可能性もありますけども、そこが、今回のケースで言うと、このあたりですね、えー、ナスダックが落胆幸福に入るタイミングかなと、そして、まあ、リーマンショックのときのような、4番下げ、5番下げに入った段階で、まあ、1万割れ、1万ポイント割れ、9000ポイントあり得るかなと見ています。そこが、まあ、レバナスの、まあ、買うんであれば、買い時かなと見て いままますすががもちろんそれ以上下っってしした場合は早々に損切りしますねやはり僕も正直こういったレバレッジ商品過去に何度もね、つまされて、まあ欲を、ね、コントロールできなかったってことになりますね。やっぱ原価に苦しめられてきた。なのでもう一度復活して上がっていってもこの原価によって戻らないってことを経験してるんですよね。なのでやはりそこは非常にリスクが高いと思いますのでじっくり慎重に回って引き寄せて4番底ないし5番底で 買っていくとしかも分割をしてねじゃあこれ質問があると思うんですよねえ四4万層5万層来なかったらどうするんだとね思いますよね買わないんですよそういった商品なんですよレバナスっていうのはそもそも爆大爆弾爆弾的にですよリスクが高いわけですよ、まあ、暗黒の破壊神バスタードで言えばねもうあのシュナイダーがもう禁断の魔法を使ってあらゆるところが火の海になってるっていうね えー、そエグゾーダスっていう魔法があるんですけどね。漆黒の闇より汚れみたいな。まあ、そんなことを言うとちょっとまだ皆さんわからなくなっちゃうからあれなんですけども。まあ、そんな大魔法ぐらいの、その、エネルギーを持ったリスクの高い商品なわけですよね。なので、4番族5番族が来ないんだったらもう買わない手を出さないというのが正解であって、なおかつ、こんな高いところで買って高値使い目をせてしまった人は、かなりリスク、 普通の商品の5倍、10倍は世話されてると思った方がいいですし、積み立てなんかやっちゃいけないと僕は思ってはいますね。じゃあ4番族5番族だからね、来たらいいんじゃないですかそれはそれでね、ね、えー、そういう時ほどこういった商品はね、威力を発揮する。まさにエグゾーダスの魔法ぐらいのね、力を持った商品なので、それは大きく。 利益を伸ばせる可能性としてはね、あるかもしれないですし、その時だけは、また新しくね、動画をアップしたいなと思っております。で、こういった形でですね、えー、まあ、レバナスの4満族、5満族に向けた情報もですね、このチャンネル当社向けのね、コミュニティのところが誰でも無料で見れますので、まあ、こちらの方でですね、えー、今後も発信していきたいと思っておりますので、ぜひですね、えー、引き続きこちらの方も見てもらえたらなと思っております。それでは今日は以上です。高速でご。